八重山地震は、1771年4月24日午前8時頃に、八重山列島近海を震源として発生した地震である。推定マグニチュード7.4から8.7。地震動による被害はわずかであった一方、この地震が引き起こした大津波により、先島諸島が大きな被害を受けた。この大津波は、牧野清氏による、 八重山の名和大津波以降、日本の言語をとって、名和の大津波とも呼ばれている。震源は、八重山列島近海、深さは不明。地震の規模を示すマグニチュードは7.4とされていたが、その推定の根拠は、不明な点が多い。これは、川角博氏が、規模 MK イコール5.1を推定し、マグニチュードに換算したものであるが、画角は、 震央位置を示していない。地震発生のメカニズムは、フィリピン海プレートが、ユーラシアプレートの下に沈み込むために生ずる、歪みが元で発生した海溝型地震と考えられている。これほどの津波が起きた原因については、海底で、地滑りが起こったという説が最も有力である。ただし、海底調査も行われたが、地滑りの地点は現在でも特定されていない。 対して、琉球大学理学部の中村守は、石垣島とタラマ島の中間に位置する、西断層の活動により地震及び津波が起こったと推測し、シミュレーションの結果から、マグニチュードを7.5と見積もっていた。しかし、さらなる、シミュレーションの結果、琉球海溝内の断層の活動により、深さ6キロメートル M8 程度の津波地震が起こった可能性が高いと、している。安倍克行は、津波マグニチュードマウント8.5と推定している。中村守は、MW8.7 程度のプレート境界地震と、するのが妥当としているが、分岐断層や海底地滑りの可能性も、考慮すべきだろうとしている。東北大学災害科学国際研究所の、調査によれば、 津波で陸に打ち上がったと伝えられる産後巨歴を南西諸島の10の島において調査した結果高波に由来する巨歴が全域に分布するのに対して津波に由来するものは宮古列島や八重山列島に限られそれより北の奄美諸島や沖縄諸島では発見されなかったこれによって地震による津波の範囲が限定的であったことが明確となり 過去2400年間にわたって約150から400年周期で大規模な津波が来週したという別の調査の結果が裏付けられた。2017年12月、琉球大学、静岡大学、産業技術総合研究所などの共同調査グループは先島諸島で津波堆積物のトレンチ調査を行った結果、過去2000年間に 約600年間隔で1771年、八重山地震津波と同規模の津波が4回起きていたとする研究報告を行った。松本らは海底音響探査により海底地滑りを発生させた可能性が高い地形を発見し、北緯23度55分から24度00分、統計124度10分から124度20分付近と、 北緯23度40分、統計124度30分付近の2カ所が、ハゲニキであった可能性が高いとされた。その後の調査で校舎の地点周辺で、長さ 80km 以上、幅 30km 以上の大規模な海底地滑り痕跡が確認され、津波シミュレーション結果から、巨大津波の発生原因が明らかにされた。この海底地滑りは、 前古側に形成された流気体が右横ずれ断層の活動によって切られ、急斜面を形成し、強振動や地殻変動によって崩壊したと推定されている。防災システム研究所の山村武彦によれば、従来、地元ではこの地震による津波は、県流大津波または、八重山大津波と呼ばれていたと考えられ、前者の名称については、この地震の発生年が、 当時の琉球王国が使用していた中国の言語で、建立36年に当たることに由来しているとする。明和の大津波と呼ばれるようになった経緯はと、術の通りであるとしている。明和大津波遭難者異例の当名は大津波災害、関連初記録抜粋石垣島における震度は4、程度と推定され、地震動による被害はなかったとされている。 地震動の記録としては、琉球球界手術期に、本国及び久米のケラマ島地震あり、宮古島及び、八重山島にてまた地震ありて、海老、あぐり有志、土地人民に存在たしとあり、石垣島の状況を記した、岩崎拓司著昼木の一様には、長後辻頃、地、やや京区心不や会長縁区待機とある。侵害はなかったが、 地震により最大素状高30メートル程度の大津波が発生し、宮古、八重山両列島で死者、行方不明者、約1万千人、家屋流出約2千戸個という惨事になった。石垣島では、潮が引いて青、緑、紅、れない、紫熱帯色の色彩くるめき大小の魚が、珊瑚礁の根株の下に跳躍し、婦女、小児がこれを捉えているところに、 しばらくして、東方洋中に2条の暗雲が垂れ込め、砕けて激式防止を超一が、牙のごとく、狂い、繰り返しを襲ってきた。八重山諸島では、死者約9200人、生存者約19000人で、14の村が流され、津波の直接の被害として死者、行方不明者は、住民の約3分の1に上った。工作化の地の多くが、 塩害の影響を受け、農作物の生産が低迷し、社会基盤が破壊された。津波発生の翌年6月頃より、駅霊の流行が白穂村から始まり、環境衛生が極度に悪化して伝染病が流行したと推定され、コローラによって、イキリと伝承されているが、これは、駅リのこととされる。強制移住や、 翌年の飢饉と薬病の流行によって、八重山で死者約5000人を出した。その後の1776年、1802年、1838年、1852年と、飢饉や薬病が続き、約100年後の明治時代初頭の八重山初頭の人口は、地震前の4割から3割程度にまで減少した。 石垣島における津波の最大訴状校について、大波の自覚村の形業所は宮永村で28条2尺に達したと記録している。しかし、訴状校の測量は、戸高で行ったとされており家の戸板をスケールとした、精度の低い測量であると考えられることや、85メートルより低い標高に位置する井戸が被害を受けなかったとの記録があることなどから、 85.4メートルという素状項は否定されており、この津波の素状項を日本史上最高とするのは不適切である。津波が石垣島の宮永湾からメイクラ湾へ縦断したという話を挙げて、これが85メートルの素状項を示唆する言い伝えとされることがあるが、この話は牧野の著書に基づくもので、古文書の記録には存在しない。 GPS による測量や数値計算の結果などから、訴状高の最大は石垣島南東部で30メートル程度と推定されている。タラマ島の津波の訴状高は18メートル程度と推定されている。また、石垣島における津波石の分布と年代調査を行った加藤雄造は訴状高を25メートル程度としている。また、房総半島では、 書式各日記に安房立山の記録として、3月10日昼四辻、某州、沼の吉見浜の海辺は、不思議なことにたびたび潮の差し引きあり、船を残らず畑の際まで引き上げた。とあり、土佐では、西洋日記一に同日、室津に波入りがあったと記されている。八重山列島の竹富島、波照間島、入表島等々では、津波の被害は受けなかったが、 石垣島に行っていた島民が、石垣島で被災した。ただし、黒島島では、石垣島に出かけていた島民の他に、島にいた島民にも死者が出た。石垣島東海岸の津波石群として、天然記念物に指定されている石垣島島岸の津波石のうち、高古瀬石、天谷や塩原、安ら大金、バリー石は、 大波の自覚村の形業所末尾の奇妙変域での記録などから、この地震の津波で移動したものと考えられている。ただし、高古瀬石氏は、約2000年前の津波でも動いているとされる。また、津波石志群のうち、津波大石は、明和の大津波ではなく、約2000年前の津波で打ち上げられたものとされる。宮古島の南東の東変な先周辺には、 多数の津波石があり、そのうち、マイバーバマにある複数の津波石には、1771年の津波のほか、それ以前の津波によって運ばれたものがあることが報告されている。宮古島の北西に位置する、下地島にある、オビーワは、明和の津波で打ち上げられたと言われるが、近年の研究では、下地島での津波の素状高は12.3メートルであり、 オビーワはこの津波では動いていないともされる。イラブ島から下地島にかけての沢田の浜に点在する巨岩の中にも、明和の津波で移動したものがあるが、それ以前の津波で運ばれたものもあるとされる。琉球王朝は、被害地域の復興のため、被害の大きかった地域に、他の島から入植させる政策を取った。最も被害が大きかった、白穂村には、 ハテルマ島から418人、隣接する宮永村には、オバマ島から320人の島民が移り住んだ。もともと違う方言を話していた地域から移り住んだため、これらの地区の方言、風習、芸能には21世紀になっても石垣市街の中心部とは違いが見られる。また、移住者は自分たちのために、うきと呼ばれる、祈祷の場を新たに設けたため、 村内に、複数の歌器が存在する。石垣島では、この大地震に関する伝説がある。ある日、野原村の漁師たちが漁で人魚を捕獲してしまい、その人魚を話すお礼に、人魚から大津波が来ることを教えられた。野原村の村人はその言葉を信じ山に逃げ、津波のことを、隣村の白穂村に伝えるために伝達を出した。知らされた、白穂村では、 人魚の話など馬鹿げた話だと信じてもらえず、結局信じる人々の身が表だけに避難した。そして津波は起こり、島は津波に飲み込まれてしまう。大波の自覚村の形業所に記録されたデータでは、この津波による野原村の蘇上高は46.7メートルで、死者は2名だけであったが、白穂村での蘇上高は60メートルに及び、死者は、 全村民1574名中の1546名で98.2%が死亡した。都列島下地島の通り池にもこの大地震に関する灯される伝説が残っている。島が一つ津波に飲み込まれて消えたという伝承があるが、真偽は不明である。ありがとうございます。